植村英二は、日本の政治家。山梨県北都市長。元北都市議会議員。山梨県須タ町大津育田に生まれる。須タ町長を務めた、植村圭一は祖父。元須タ町議会議員の植村美幸年は父親。須タ町立須タ中学校、寸大甲府高等学校卒業。1993年3月、慶應義塾大学小学部卒業。 同年4月、サントリーに就職。2000年、家業を継ぐためサントリーを退職し、帰郷。種類卸売業の上村商店を営む。2012年、北斗市議会議員に初当選。2016年11月13日に行われた、北斗市長選挙に、自民党会派の浅川力蔵県議と北斗市、商工会会長の支援を受けて、立候補するも、時点で落選。 当日有権者数4万1170人最終、投票率 71.99%2020 年11月15日に行われた市長選挙に再挑戦。元自民党県議の大柴国彦、現職の渡辺英子、元市議の池田康篠都村を激戦の末破り、初当選した。11月28日、市長就任。当日有権者数 4万3人最終投票率73.18%ありがとうございます。